本当に天然平野市洋画インタビューで元カノトーク。スタッフ総然ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。18年年5月23日にシンデレラガールで華々しくデビューしたキンンドピンス以下キンプリ。 昨年11月4日、平野史二26、岸優太27、神宮寺優太25が突如としてジャニーズ事務所からの退場を発表した。デビュー5周年の前日である23年年5月22日をもって3人は金プリから脱退します。平野さん、神宮寺さんはそれと同時に退場。岸さんは8月25日に公開される主演映画、 G メンのプロモーション活動を終える今週で退場します。高橋海人さん24と長瀬恋さん24はジャニーズ事務所に残り、金プリは二人で存続させることになっています。スポーツ上記者。 何者でもない感を出せる高橋海と金プリ分裂まで残り1ヶ月を切った今、それぞれの道を歩み始める彼らのシンデレラストーリーに迫るべく、その素顔を徹底取材。4月23日からスタートした日曜夜9時放送の日曜劇場、ラストマン全盲の捜査官 TBSK には長瀬が出演している。 同じく日曜夜10時30分から放送されているのは高橋が主演のだが情熱はある日本テレビ系だ。日曜の夜は連ドラでジャニーズ残留組による金プリリレーが行われることになる。1月期には TBS 系の夕暮れに手をつなぐに長瀬さんが日本テレビ系のスキスキワンワン。 では、岸さんが主演し昨年10月期には TBSK の黒サギで平野さんが主演を務めていました。ほぼマイクール、キンプリメンバーのうち一人は、レンドラに出演しています。岸さんの退場前、最後の仕事も主演映画ですから、キンプリと俳優業は、やはり縁が深いですね。テレビ史ライター。 コラムニストのペリー・ヨギノさんは、だが、情熱はある、での高橋の演技を次のように分析する。繊細な演技というよりは体当たり的なうィウしさが出ていて文字通り、だが情熱はあるだと思います。かっこいい役は、アイドルだから簡単にできるのかもしれませんが、何者でもない感を出して演じるのは、お芝居を学ぶ上ではすごくいい役なんじゃないかなとは思います。 デビュー当初の高橋は演技に対する苦手意識があったという。自分の声にコンプレックスを抱えていたからだそうです。しかし、作品を重ねるごとに共演者からの刺激を受け、熱量が伝わる芝居ができるようになりたいと思ったようです。前でテレビ誌ライター。では、金プリの中で演技力ナンバーワン派 岸シユタは黒幕役ができる長瀬くんが一番ドラマの出演数も多いですし、その分の経験を感じます。21年年の朝ドラ、お帰りもね、でも繊細な気持ちの揺れを表現していたので、見ていて安心感がありました。昨年、日本テレビ系で放送された主演ドラマ、新信長勲置、では、武将が出てきて、バトルをして、 学園もので、未来の話という想像もつかないような設定の中、強烈な共演者たちの演技を受け止めていて見事でした。ペリーさん。長瀬の抜群の演技力が発揮されるのは、ドラマや映画の中だけではない。雑誌の撮影現場でカメラマンからの可愛くかっこよくといったリクエストに応えるのがとにかく上手でした。 写真で表現するのが難しいような表情も少しずつ変化をつけていろんな顔を見せてくれました。出版業界関係者。一方、俳優としての仕事がグループの中でやや少なめなのが神宮寺だ。富士テレビ系で21年、年22年年に放送された準教授高月明義の推察でメガネをかけた時の演技が面白いと感じました。 小道具一つで風貌をガラッと変えられるところが魅力的なので、これからお芝居の面でも活躍できるのではないでしょうか。ペリーさん、イカ道。騎士は21年年頃からドラマや映画への出演が増加傾向にあった。スキスキワンワン。での優しい眼差しも記憶に新しいがペリーさんが評価するのは別の一面だ。 22年年に出演していたテレビ朝日系の必殺仕事人では悪に染まっていく役を演じていました。物語の中では重要な役でしたが、イメージ的にアイドルとしては避けたい役どころでしょうし、チャレンジだったのではないでしょうか。それをあえてやったことで、今後、主人公を脅かすライバルや黒幕などの面白い役をやれると思うんです。 今後の活躍に期待を寄せる。平野紫耀インタビュー中の出現とは、主役が最初から勝ってしまうような弱い悪役,役のドラマは面白くないですから、悪役は主役を食わなきゃいけません。でも、ドラマを盛り上げる強敵感が出せる人ってなかなかいないんです。主役をやるなという意味ではありませんが、岸くんには主役を脅かすような存在感を発揮してほしいです。 退場発表のタイミングが主演ドラマクロサギの放送期間中だった平野はデビュー以降毎年映画やドラマの主演作がある。20年年の日本テレビ系スエミツ警察では新人らしさが表現されていてよかったです。若手中心の作品で活躍できる人ですが、これからは大人の恋愛ドラマや大人のミステリーなども合う年齢なのではないでしょうか。 バラエティ番組だとボケが激しくて、もうちょっとクイズに正解して、と思ったりもしますが、しょう。そのバラエティ力が俳優業に影響を及ぼしていて、平野さんは本当にかなりの天然で本人は全く悪気なくポンコツぶりを発揮してしまうんです。最初のうちはそれが可愛いと許されていましたが、番組的にも徐々に不安視されるようになってしまいました。そのため、 バラエティが難しくなり、俳優業に力を入れるようになっていった経緯があります。なので、本人的には演技がしたいというより、青仕事という思いが強いのではないでしょうか。テレビ局関係者。実際、雑誌のインタビュー中には出現も、突然平野さんが元カノについて話し始めたんです。本人は何も考えずに話していたようですが、 現場にいたスタッフは全員、肝を冷やしていました苦笑、女性編集者。天然は詐欺じゃなかった。ペリオギの時代劇研究家、コラムニスト、ラジオパーソナリティ、放送作家。愛知教育大学在学中に中部日本放送でラジオパーソナリティ兼放送作家として活動を開始。放送作家と、